なぜ僧が狙われた？狙いは何だ？傷口が浅い。拷問を受けたな。蒙古の求めに応じなかったようだ。ちぎれた花びら、泥、何か隠すために土を掘ったのか。何かを命がけで守ったようだ。見つけてやらねば。これは僧が握っていた花。蒙古から隠したかったものはこれか。伏寺の仏具だな。盗まれたものを返しに来た、はあ、またこれを拝められようとは。ここの僧が命を捨て守ったものだ。そやつは僧ではなく、我らが受け入れた百姓です。ある朝気づいたらこの仏像と私の装束を持っていなくなりました。それは驚いた。盗人なのか。やつも等しく自らの行いの報いを受けたのでしょう。